2013年、そっち着陸中、日焼け鳥、鳥を務めさせていただきます。ロス・ボラジュスです。ここからが本番。
最後のお下りはあまり受けなかったようで申し訳ないです。次からやめます。ありがとうございました。ありがとうございました。そこから直接よろしくお願いします。はい、これは、ね、30周年ですね、実はやってましてですね、もう、サルサ一筋30年ということで、ずっとこのスタイルですね、まあ、顔見てもらえば分かるんですけど、そこそこいい年なんです。で、府中ジャズはですね、3年前に、初めて出させていただきまして、まあ、ジャズフェスなのに、サルサでいいのかと、サルサしかできないけど、ということで、なぜか知りませんが、こんなメイン通りの鳥を進めさせていただくところまでなりました。本当に実行委員の方々、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですので、もう時間の許す限り、さすがこんな感じのサルサで突っ走っていきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。
のせポンケツですね。1曲目の曲は人生2曲目がやったんじゃないですけどね、はい。1曲目の曲はミドグラウンコンボの曲ですね。なんですか、サルサなしでは違うな、楽園じゃない、そう、楽園じゃないっていう、そういう曲なんですね。もうひたすらサルサは、愛と、それから何でしょう、このサルサが素晴らしいという歌詞をですね、あんまり分かんないんだと言われますそれこれに喋りすぎて時間なくなったんでね、次の曲I'm gonna go get some more.
ね、冷えてきましたね。ちょっと踊りましょうよ、ね、温まってください。サルサーね、ダンスミュージックです。あ、そうそう、皆さんもサルサっていうね、よく僕やってるんですって言うと、それ何ですかって言われてですね、ボサノバなら知ってるんですけど、サンバなら知ってるんですけど、これがサルサです。ここ拍手するんですよ。よろしくお願いします。昔はね、マンボとかいろいろそういうところからこういろいろジャズだとかこう融合を経てですね、サルサにこういう形になったんですよ。30年やってますから、ね、よろしくお願いします。それでは続きまして新曲ですね、気合い入れていきましょう。はい、やろう。I'm gonna go to the hospital.
去年の教練の教訓で時間の遅れなんで、今年はもう絶対時間内に終わらせてやろうと思ってですね、絶対終わらせてやろう、次の曲、最後の曲なんですけど、いいです、いっぱいピアノソロ弾かせますよ、もうあそこでそこにいる方がロバセ、ロバセって言ってますから、これはピアノの人に言われてる、そうそう、皆さんこれ体が痛いです、それではロスコラーチュース最後の曲です。
甲府でライブをやりまして、皆さんに来ていただきたいのは、ぜひ1月12日の原宿クロコダイル。
ね、約束しましたからね。ぜひもう覚えましたということでね、ああそうそうそう、府中ジャズフェスティバルは皆様の寄付により運営されておりますので、このライブが終わりましたら、カンパをね、カンパか、私のここにですね、何百円なりを入れて、あ、これです、間違えてもここに入れちゃうんです、そうすると来年またこんな感じで、皆様も楽しめるということでやっております。で、しゃべってると時間なくなるので、それでは最後の、ね、ご敬礼を。We'll be right back.
ありがとうございました。